はい、どうも、ゼロゲンと申します。バイオハザード RE3 続きをやっていきたいと思います。前回ついにジルさんが復活して、で、プレイヤーキャラクターもね、ジルさんに変更になったということで、でね、ラクーンシティがね、爆破されるまでもう数時間しかないということで、急いで脱出しないといけないんですけども、まずは病院を、おっと、いきなりムービー。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない、カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ。地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ、彼はプロなんだ。私もよ。そうね。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。あ、そうなの。そうね。まあジルさんもね、スターズでプロなんで大丈夫ですよ。あ、天井穴開いてるやん。あ、柱壊せばそりゃそうか。むしろ建物崩れてないのが奇跡やぞ。よう、あんな無茶したな。よくよく考えたら。よし、まずはね、ちょっといろいろ探索して、カルロスを追いかける感じになるかなという感じですけども。うん。ここにあったサイドパックは、カルロス専用だったのかね。あそこでカルロスが取らなかったら、ジルが、持っていけだとか、そういうオチあるかな。それだったらちょっとしくじったなってなるんだけども。あ、まあちょっとクリアするまでは調べないでおこう。よし。お、なんかいろいろ落ちてるやん。こんなんなかったのに。これゾンビ復活してるんかな。多分ここに行くと思うんすよね。なんでジルさんでしか行けなかったところをちょいちょい調べていきたいけど、ゾンビ復活してたらめんどくせえな。あ、よかった。キーピック忘れてるかなと思った。君すごい、すごい格好してるね、君ね。そんな格好してたっけ、さっき。あ、でもなんか、同じ感じかな、多分。うん、ハンターが新しく湧いてたりしない限り大丈夫と思うけど、というフラグを立てると出てきたりするんだよね。ハンター来たら困るな。よし、これはジルさんにしか開けられないということで、これ何、え、何これ。あ、マグナム、マグナムか。ちょ、これ、これじゃあ中庭にあるのマグナムかな。まあ、どっちにしたって一回荷物を置いてこな開けまへんね。これマグナムちゃうの。じゃあマグナムね、意外と使わないんすよね。でもなんかね、うん、意外と使わないんだよなマグナム。一応グレラにしとく。あ、この 3連バーストにしとくか。あ、弾共有ですか。ハンドガン3連バーストのやつと。もういないよね。あ、ハンター消えてる。え、ここにあったハンターの死骸が消えてますけど、え、これはつまりそういうことでしょうか。ん？ここなんかあったっけ？あれ？ここ全部取ってなかった？あ、まだ死んでる。あれ？ここ、ジルさんでしか取れないのあったっけ？単純に俺が調べてないだけ？あ、ああ、作薬 B、これか。
あ、終わった。バード博士、これもニコライ。あ、そうか、ニコライのこと忘れてた。ニコライか。監視者だもんね。これ荷物がやばいね。先にどうしよっかな。どっちにしたってここの手に入らないんだよね。まあいいや。とりあえず何が入ってるかにもよるな。炎に弱いんじゃなかったっけこいつ。何してんのこいつ。うわっ、痛え。うわ、見えねえ見えねえ。どうなってんの。あたた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 たハンターの丸焼き、はあ、やめろや、来んなよ。なんでいいんだよ。炸裂弾持てねえな。これはいるな。マジか、出てくんのか。もうハンターはいいよ。カルロスの時だけでいいよ。とりあえず上に行って荷物を片付けてきましょうか。で出てくるかなこれ。勘弁してほしいんですけどね。ここはいないよね。うーん、もうやだ、ハンターやだん。てかこの BGM 何。よし、とりあえず荷物を片付けて、あー、ファインか。 I'm fine, thank you。 削薬ビート一回預けて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 、これどっちの方がいいんですかね。これどっちの方がいいんだろう。これどっちかだけでいいような気すんな。で、ガンパウダーと炸薬を持って、あれ？これ調合できないんけ？あ、違う！違うのか。あ、そうか！炸薬か。別の炸薬がいるのか。じゃあこれ持っててもしょうがねえや、今。弾がないじゃん。そうなってくると。まあ、ハンドガン弾いるでしょ。マグナも今いらない。もう今の要はもうちょっとあれだね、グレネードランチャーだけだね。救急スプレーを1個持っていって、まあこれでいっか。ちょっとセーブします。よし。で、さっきのところの炸薬弾をまず取り行きましょうか。あれ、こっちだっけ。あ、こっちか。よし、これで炸裂弾かな。はい、うん、とりあえずこれで頑張るしかないね。ここは終わりだね。よし、じゃあ上の階探索行きましょう。
ハンターはもういいで、ほんまに。ハンター出てきたらもうグレネードランチャー使わざるを得ないんだよね。もうほんと、覇王昇降剣を使わざるを得ない。で、ここ行くか、まず。いそうだな。怖いな。普通のゾンビならいいんだけど、ハンターいるのをやめてほしいね。うっそー、本当に普通のゾンビやんけ。わお、この3連発使ってみよう。あぶね、死んだ。あ、生きてるやんけお前。あー、くそ。使っとくか。股間かわいそう。股間いっちゃったね。よし、まあ普通のゾンビは別にいいんだけど。ここ何復活したの全員。頭にパンパンパンって当たると気持ちいいねこれね。まあ、それはいいんだけど、まだいる？あ、いるやんけお前。あ、めっちゃ外してる。あ、めっちゃ外してる。クソエイム。弾なくなってきたな。弾持たんですよこれ。わあ、もうこれ全部生き返ってるの。じゃあそういうことちゃうの。とりあえずこれ開けます。あ、ショットガン、よしよしよし。いや、弾全然足らんな。でもこれで終わりかな。本当は仕方したかったけど、こんな狭いところじゃ無理やな。ちょっと待ってね。この治療室さ、前回青くなってたよね。あのハンターが2体いるとこ。なんでまた赤くなってるんですかね、これね。なんで赤くなってるんですかね、これ。あー、でもさすがにちょっと回復持ってこよう。うん、これはさすがにやばいわ。いや、ちょっと厳しくなってきたな。俺のクソエイムが俺のクソエイムが火を吹いてるな、これな。ショットガン、これどっちの方がいいのか本当わからんな。でも装填数がこっちの方がめっちゃ多いんだよね。まあその分一発で3発飛んでいくんだけど、これを預けてショットガン持っていくか。まあでもショット、そっか、ショットガン枠使うんだよな。枠使うんすよね、ショットガン。まあちょっと調合したハープ1個、多分また使うことになると思うし。これ一発しかないなら預けといていいかもしれん。よし。あ、ちょっと待って、これ。
うん、こういうのがいい。理念室、病室病室ね。復活してるかな、何か。ん？あ、この人かな。この子は倒したけど、この子がね、あれ動かねえ。本当？ここどこだっけ？あ、これ？あ、氷河火薬。あ、これか。ただのなんか薬かなんかかと思ってたわ。よし。じゃあ、まず理念室の方から行くか。そうか、もうカルロスが行ってから少し時間が経ってるから、中の状況もそれは変わるよねっていう話だよね。わあ、あれ？このハンターはちゃんと死んだままやな。どういうことなんだろう。こいつらはもう大丈夫よね。これカルロスの時に全然倒してなかったらめんどくさいことになってたんかな。あ、マグナム荷物いっぱいになったね。まあいざとなったら回復使うんでいいんだけど、これなんかいるんちゃうのこれ絶対いるでしょう。炸裂弾にしときましょう。前空はちょっと時間かかるんだよな。こいつら大丈夫？同じ格好で死んでるけど。あ、炸薬か。炸薬だけか。急に動き出せないよ。炸薬だけかな。1個だけならもう回復使っちゃって枠開けるけど、2個3個とかなんか落ちてたら困るな。さすがにあれだけっぽいかな。まああれ取ってみないと分かんねえんだよな。ジルさん、ようそんなハンターの上をずかずかと歩けますね。ちょっとこれ使いましょうか。あ、大丈夫だね。よし、あとは中庭かな。中庭行きましょう。最後に多分あそこにマグナムがあるんちゃうのかなと思うんですけどね。でジル、あ、そう、あれっすね、あれあれ、ここがジルさんでしか通れないので、カルロスでも頑張れば通れると思うけどねちょっとのかせば。うわ、もうこんなとこびったなか。行きたくねえこんなの。わあ、これ死体かしら。何これ。ウサピョン、ウサピョンウサピョンか。よいしょ。んお、ハンク、ハンクじゃないのか。ほら、あったマグナム、ライトニングホークかな。はー、ちょっと待ってね。これは策略が、そっか、しくじったこれはしくじったな。荷物整理してきます。はい、というわけで荷物整理してきました。ここ飛び降りる前に先にセーブっていうか整理しときゃよかったんだよな。威力はお墨付きね。オッケー、これでライトニングホークですね。ガンマニア、どうなんだろうね。これ切り札みたいな感じで使った方がいいと思うんだけど、
ナイフいります？ナイフいるかな。よし、とりあえずこれで全部調べたかな。そうっすね、ちょっと大丈夫っぽいっすね。はい、じゃああとは戻る。もうこっからこう戻れればいいんだけど、もうガラス割れや。こう行ってこう行ってここに行く感じかな。はい、まあその前にセーブに戻りたいではありますね。何もなければいいけどね、戻るまでに。もう何もなければカットしますけども。何もない方がいいな。でもなんか、マグナム手に入れたことでなんかフラグ立ってたりしないかな。なんかマグナムを使わせようとしてくる可能性はあるけどな。おい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 、はあ、びっくりした。やめろや。マグナム強いなっていうか、2発でハンター倒したぞ。今念のためにマグナム装備してたんですけど、装備しといてよかったな。もうカットする気満々だったのに。なんだよ、やめろよ。こいつ大丈夫？タイレルさん、タイレルさんだっけ。え、なんともない。こっから来たんちゃうの？こっから来たわけじゃないのか。あー、まあとりあえずよかった。はい、あー、よし、とりあえずセーブしましょうかね。でセーブしてカルロスを追いかけましょう。まあその前に荷物どうしましょうかね。いや、マグナムね、確かにね、あったらね、あったですげえ心強いではあるんですけど、とりあえずリロードしとこう。あったらあったで、まあね、心強いではあるんだけど、アイテム欄をね、圧迫するのがね、ちょっとね、まあ回復はとりあえず1個あればいいんすけど、マインスロア使うかな。まあとりあえずでもこれでいいと思うんすけどね、 しばらくは。まあ いやとりあえずこれでいいっす。とりあえずね。とりあえずこれでちょっと、こんなにいらんかなって感じたらちょっと途中で預ければいいや。はい、ちょっと今回はね、もう病院をまたジルで探索するような回になりましたけども、次回ね、カルロス君を追いかけるような感じになると思います。はい、まあ、どっちにしたって今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。